およー、リッキーちゃん。リッキーちゃんにしてはよく覚えてたわね。えへへでしゅ。覚えてました。でも、なんで前歌ったお歌をまた歌うんでしゅか？そうなのよ、そこなのよ、リッキーちゃん。よくわかったわね。実は、木綿のハンカチーフに出てくる二人のその後が気になるっていう声がすごく多かったの。ハンカチを買ってもらった後のことでしゅか？そうなのよ、あたいも実は気になってたのよね。そんなにたくさんの人がチュジュキが聞きたいって言ってたんでしゅか？そうよ、リキちゃん。誰が言ってたんでしゅか？カモミちゃんとドレミちゃんよ。その二人でしゅか？そうよ。たくさんでしゅ。ということで、今日は木綿のハンカチーフの幻の続きの木綿のハンカチーフ2を歌うわよ。ワクワクドキドキでしゅ。もう一枚ハンカチ買ってもらえたらいいでしゅね。君が流れ
あれから3年後のお話、いいお話だったわね、リキちゃん。もうあたい泣いちゃったわ。いいお話でしゅ。あたいもあんな恋愛したくなったな。そんなことより今日は虫取り大会の日でしゅ。楽しみでしゅ。